それでは、これですね、アイウェーバーの SW 新しいタイプですね、フローティングモデル、これでちょっと早朝のトップゲームをちょっとやってみたいと思います。これは今ね、ストラクチャー周りに来てます。おーし、来た。あー、バレちゃったまあ、比較的足の際入れてですね、早く巻かなくていいです、ゆっくりで。ゆっくりゆっくりな感じでいきましょう。ちょっとでも出そうなんで、ちょっと逆光で見にくいですね。出た出た、よし、乗った、よし、ヒットしました。おい、はい、ありがとうございます。今のもね、2発、3発目ぐらいだったかな。バーンバーンって何回もね、こう出て、いい感じですね、トップで。このサイズとこのシルエットはね、なかなか釣れにくいですね、魚が釣れにくいから何発も出てくるっていうね。普通のトッププラグ以上に、まあ、ライトな釣りで面白いと思います。アイウェーバーの SWF、これのちょっと解説をしたいと思います。もともとバス用に出てたアイウェーバーを、まあ、結構使わせていただいたんですけど、非常によく釣れる。で、まあ、夜のメバルゲームですとかシーバスゲーム、また早朝や日中夕間詰めのシーバスのトップゲームに非常に効果があります。で、やっぱりこの効果がある一番のところっていうのは、水面もしくはその水面下この5センチぐらいですね、ここを泳がせる。で、ここは魚が追い込んだ時にバイトが出やすいですね。そこの映像を泳ぐと。で、他のトッププラグでどちらかというとアクション強めで魚を寄せるようなイメージが強いんですけど、実際の魚っていうのは非常に静かに泳いでるんですね。で、その動きにとても近いと。そういうところで、まあ、アイウェーバーの反応がいいんじゃないかなと。ただバス用ですとウェイト的に、ソルトで使うとね、どうしてもこう潜って潜っていくような傾向があったんで、今回ソルトチューンは頭側の、前側のボディのウェイトは入ってません。後ろにだけ入れて、極力こう引っ張ってる上に上にですね、出るような、もしくはリトリーブすると少し入りますけど止めれば浮くというような動きが出るようにしました。それと、テールにティンセルを入れることによって少しキラキラさせて、この辺も、よりベイトライク、海にいるイワシですとか、まあ、小さいシラスみたいなね、シラスのちょっと大きくなったようなやつを演出しているようにしています。でフックは ST41 の10番をつけてます。10番はカーブポイント、先端が内側に向いてるんですね。針が小さいんですけど内側に向いてますんで、しっかり懐まで入るというところでこのフックを装着して、全体のバランスを確認して今回リリースすることになりました。まあ、投げて少しシェイクしてあげるんですね。これは魚に気づかせるために少し強めに動かすっていうですね。でリトリーブする。水面上でただスーって言ってもなかなかこう気づかないけど、水面でパッパッパッと動いたら、あってこうね気づいて、パッて
で、これなんで水面がいいかっていうと、シーバスやっぱ、まあ、他の魚もそうですけど、追い込むために追い込みやすい、もう常に追い込みやすい場所に魚がいる、餌がいる、だから食いやすい、だから飛び出てくるっていう理屈で、水面から5センチぐらいのところが非常にこういうのバイトが多く出るレンジだと思いますね。で、仮にこれバーンってね、出ても合わせちゃうと外れちゃうことが多いんで、こう投げました、ちょっと誘ってリトリーブでガバガバって出ても、基本的にはそのまま、これもトップ系のプラグの基本だと思うんですけど、バカバカって出てもそのままラインテンションは保ったままで、でガガッつって竿先がギュッて絞り込まれたら初めて合わせてあげるっていう、これがあのしっかりかけるコツだと思いますね。やっぱ水面に出てれば出てるほど魚ってかかりづらくなると思うんですよ。でそのかかりやすい、ね、口の中に入ったものが出る時に引っかかるっていう風になると、魚がこう反転する、もしくは下に入っていくっていう時に、ね、こっちと逆を向いてる時にかけてあげるっていうためには、まあ見て合わせるっていうよりは、もう竿先に感じた時に合わせる、これが基本になります。竿は、比較的ライトなものでいいと思います。強い釣りではないので、ライト、ミディアムライト、もしくはライトクラスの、ボートロフト、6フィートから 6.8 フィートぐらいのものでいいと思います。でリールは、まあ、2500番ですね。でラインは 0.8 号もしくは1号で、リーダーは、ナイロンがおすすめです。ナイロンの、12ポンドから16ポンドぐらいのものがいいと思いますね。でスナップは、つけてもつけなくてもいいと思うんですが、つける場合にはこうやや細ジグの軽めのものがいいです。っていうのは水面にこう引っ張って出すときに、ここがちょっと大きいものですとか太ジグの重たいものですとなかなか水面に出にくいので、ここはライトなタイプのものがおすすめです。はい、遠いから、ほっ、あ、見えない、出た出た、おお、いいサイズ、よし来た、あれちょっと可愛いサイズになっちゃったな。いいサイズ、いいサイズ、思ったよりは良かったサイズ。今何発、何回も出てましたね。何匹かね、 2,3 匹ぐらいでバタバタってきて、最初見えたちょっと尻尾が見えたやつはもっとでかかったんですけど、はい、このアイウェーバーの静かな動きがね、競争でこういうのシーバスたちが、ね、何発も食っちゃう理由だと思います。